もう片方ももらうぞ。あれが地味の力か。これが力の差だ。お前と俺の動力の差だ。案外早かったね。イタチの勝ちだ。あれ、お前、俺のつくよみを。ただのシャリンガンしか持ってないやつが万華鏡シャリンガンに勝てるはずがないだろう。いや、食らったんじゃない。シャリンガンも忍びの武器だ。サスケの才能がイタチの想像を超えていたということだ。あんたがその目をいくら使おうが、幻は現実になると。それこそ、そのセリフそのまま返しておこう。己の目がもがれる幻は見ただろう。それを現実にしてやる。イタチの醸す空気が変わった。あのアマテラスが見られるかもしれんぞ。サスケがつく読みを破った時点でもう現実戦は無意味だ。出るかアマテラス。地ではないはずだが。いい感じだな。おい、サスケが戦いの流れを掴んでるね。この勝負サスケが勝っちまうかもよ。いや、それはまだわからんぞ。カトン豪華級の術アマテラス。おお、出た。黒煙は捕らえたものを燃やし尽くすまで消えない。やっぱりイタチの勝ちか。下に。これを待ってたんだ。合流可能じゃん。アマテラス、相当の負担がかかったようだな。
もう二人ともバテバテだね。チャクラないんじゃない？これが俺の最後の術になるだろう。シャリンガンはチャクラを見る目だ。確かに今の俺にはチャクラはない。だが俺が何もせずここに来たと思うか？一体どんな術だってんだ？あのカトン攻撃の狙いは花からイタチじゃなかったということだ。わざとカトンを空に打ち上げ、つまり雷雲を作るためだ。膨大な大気のエネルギーをライトンの術を行う気だ。術の名はキリン。来い！雷鳴と共に散れ。これほどとは。イタチは死んじゃったのか？終わったぞ。お前の再現したかった死に様か。クソが！これがなければやられていたな。本当に強くなったな。なんだサスケ、俺の最後の切り札を見せてやろう。サノーだ。サノー、隠している力があるなら出し惜しみはしなくていいぞ。サスケ、お前の術はこれで終わりか。ここからが本番だ。あれはチャクラが切れ、万策尽きとか。何？私の力を解き放ちなさい。オロチマルのヤマタの術か。出るものが出てきたな。あれってこれよ。これを待っていたのよ、叩く。そしてやられると思ってこの剣はまさか戸塚の剣。別名酒狩りの太刀と呼ばれる封印剣だ。あたか隠し持って、オロチマルが探していた。やっぱイタチはすっげー強え。これでお前の目は俺のものだ。あの盾で全ての攻撃を弾き返してる。全てを跳ね返す八田の鏡と呼ばれるものだ。俺の目だ。俺の。
嘘、あれってイタチ死んでない？どうにも腑に落ちないんだけど、イタチの強さってこんなもんじゃなかったでしょ。攻撃をかわせず、戦闘中に何度も吐血。イタチの死体は持っていく。すぐに行く。